はい、今ね、聖湖に来てます。ここですね。で、今回は、この聖湖の、この真ん中のこの小さな島ですね。ここに行ってみます。で、この湖は、他にもね、島が何個かあるんですよ。これらは行きません。この真ん中の小さな島に行きます。しゃ、行きます。同じような島が1、2、3、3つあるね。で、目指す場所はこの島よりさらに小さな島ですね。この島もね、なんもないですよ。じゃ、この島と島の間を通っていきましょう。あそこをくぐり抜けてね、行ってみましょう。
なんかありそうなんだけどね。なんか家でもあったらね、家というか建物でもあったらね、面白いんだけどね。なんかある感じがしないんだよね。はい、じゃああの小さな島を目指します。よし、着いた。何もないかな。でここに伐採した木を置いてるね。これ松の木が、あ、ここの松か。これ切ってあれか、ここに置いてんのか。まあそうだよね、あっち側は松ないしね。ここだね。うん、じゃあ時々管理に来るわけだね、ここもね。荒れ放題ってわけじゃないんだね。
でぐるっと一周してみます。まあ何もないだろうな。松の木が2本いや3本あるか。それぐらいだね。それだけ、それだけです。はい。